あ、ちょっと待って、私もマジマジ見るの初めてだから自分で今の髪型で前髪を分けるとこうなる。わあすごい、なんか前髪ちょっと分けてみただけなのに、なんか普段と違う感じがする。風か、風がちょっと大人っぽ、あ、本当？全然違うね、前髪違うだけで。こう、これもできる。ハーフアップの状態で前髪を分けるのもできる。おお、自由。どう？普段の髪型で前髪を分けるよりこっちの方が馴染む可能性どうだろう。ロングヘアの時はね、耳にかけるのはちょっと難しいかな、横髪の関係上。横髪ごとかけるとワッサーって言ってしまうので、これも良い。ちょっと後でどの髪型で前髪分けるのが一番いいかみんなに聞こう。良い？ん？私これ見たことない。ちょっと待って、やってみたことないやつ出ちゃった。あ、ハーフツインだとこんな感じになる。私ちょっと自分でこうなるの知らなかったそっかそっか、ハーフツインの時でも前髪分け方覚えたんなら前髪分けるだけだからできるんだえ、今びっくりしちゃった。うんうんうん、ポニーテールだね。ポニーテールはなんかもともと髪を上げてるせいか、前髪ちょっと上げ分けててもあんまりもともとこうだったんじゃないかみたいな感じがするね涼しげー。ちなみにですが衣装も変えれる。衣装付きでだったら、あ、そうか、せっかくサムネイル夏服の使わせてもらってるから夏衣装にして選べない。あ、なんかありがとう。夏衣装にして、ちょっと待って、今ね、一生懸命着替えてるから、夏衣装にした上で、こう。あ、できる。ん？ちょっと待ってよ。こうか。これ、こういうことか？こう多かった方のハーフアップ、え、どう？いやー組み合わせ自由、夏普段とはだいぶ違う感じになりますけど、とりあえずじゃあ声裏返ったわ。とりあえずじゃあこんな感じでいこうかな。せっかくだから前髪分けてるバージョンのままでマシュマロ読もうかな。いい